ごめんね、サトル。私、簡単じゃなくて。チカと出会えたことで僕は変われました。さすがに今回の店長の判断は納得できません。では、北山さんは私がフォローします。店長、何考えてるか分かんない。マジ鉄の女ですよね。障害者雇用も考えてる。その一歩は小さいけれど大きな一歩だ。店長、店長。私は今自分のことだけで精一杯です。普通に伝えたことが普通にできないって私は社会人としてどうかと思います。チカさんにはずっと笑っててほしい。なんで？やっぱりサトルは私の気持ち全然分かってない。ドドラ、僕の大好きな妻。チカ、早く帰ってこないかな。チカは地面の下、土の下という意味です。チカ、朝だよ。チカ、体が動かない。そんなに悪いんですか？迷惑をかけないように頑張れば頑張るほどその反動でできない自分に落ち込むんですよ。あのさ、お願いがあるんだけど。慣れたくないっす、サトルさんいなくなるなんて。一つお聞きしたいことがあったんです。世の中が劇的に変わることなんてそうそうない。でも一人一人がちょっとずつ変わるだけで、もしかしたら。ドドラ、僕の大好きな妻、お楽しみに。本当ありがとう、チカのおかげだよ。